どうも、足のチャンネルです。お願いしま す。いやついに僕のグローブ紹介のコーナーに、はい、大井さんに来ていただきました。ありがとうございます。ずっとあれですもんね、江頭さんがやってましたもんね。はいはいはい、そうですね。とか、まあ、他の視聴者さんとかが言ってたんですけど、まあ、いずれ大井さんさせてくれないかなと思ってたんで、はいはい、僕のグローブの大尊敬する大先輩なんで、はいはい、ちょっとそこで今日一緒に撮影してたのでグローブ紹介してもらおうかなと思っております。はい。で、ちょっとこのグローブ以前大井さんの動画で大井さんに使っていただいた Z のグローブがあるので、そちらの動画リンク貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いしま す。今宮モデルと源田モデルの比較の動画になります。はい。で、まずちょっと、まあ、今日は4個持ってきてもらったんですけれども、はい、まあ、ちょっと以前紹介した GS グローブから紹介していただければと思います。わかりました。はい。じゃあ1個目、はい、GS グローブ、はい、じゃあ最初ですね、はい、GS グローブはこちらになります。はい、はい、いやお久しぶりです。あの時よりも見てください、はい、結構使って、はいはいはい、もう汚れてるというか内野手そうですよね、グローブですね、はい、ちょっと今日は撮影の後なんで、うん、ちょっとこう削れちゃってるっていうか、はいはい、砂ぼこりあるんですけど、ちょっとあの時と違い見てくださいよ。あ、柔らかくなってる。だいぶそうですよね。いや、あの時あのまだ若干硬さ残っててあまり閉じない方がいいかなと思って、当てみたいな感じでずっと頑張ってたんですよ。なるほど。これだったらもう肩も完全についてるので、はい、まあ、あの失礼な言い方ですけど握っても大丈夫だなっていうのはそうですね、ありますね。で、やっぱ大井さんのグローブ、Z のグローブとかもはめさせてもらったことあるんですけど、はい、特徴としてここが長いなっていう、なるほど、前に出てるなっていう、あ、なんですけども深すぎずここが平面みたいな、はいはいはい、イメージがもう大井さんが詰め込まれたグローブだなって。そうですね、はい、やっぱでも軟式になって遊ぶじゃないですか、うんうん、少しは深くなった方だと思うんですよ、そうですね、ここ数年 で、はいはいはい、で今はまあベストというかセカンドショートぐらいだったらこのぐらいかなっていう感じです、はい、で、何月ですか新作が。3月の半ばぐらいですね、はい、おお、はい、なるほどなるほど、もうすぐ出るということで、もうすぐです、はい、ちょっと皆さんそちらの方もぜひぜひチェック、ぜひお願いします。よろしくお願いします。どうせシャヘイ TV でも特集するのでお願いします、少々お待ちください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてモンタナスポーツさんで以前キャッチャーミットの方を紹介したファーストミット版を持っているということなので、はい、ちょっと紹介のしていただければと思います、はい、それがこちらです。じゃーん、はい、ザラックスの、はい、ロイヤルブルーとキャメル、はい、いやですね、流行りのカラーを揃えてるじゃないですか。はい、でこれ両親さんもご存知だと思うんですけど、はい、カタログ商品ということで、はいはいはい、オーダーじゃないんですけど、はい、これをお店にあるものですね、それをちょっとこれリッカーズのチーム用ファーストミット、なるほど、で2021年に使っていくことになりました。ちょっと今自分が片付けをしてます、はいはい、オーソドックスな形に、はい、これは5本指で5本指でやってます、はい、失礼します。内野手が多いんですよ。あ、はい、あ、まだ硬いですね。硬いですよね。でもザナックスさんやっぱりしっかりしてるなっていうのは、はい、思います。ザナパワーなんで軟式用のトラストより1個下の、そう、1個下す、はい、グレードなんですけれどもめちゃくちゃ可愛い。いいですよね、はいはい、で、あのキャッチャーミットのところでももしかしたら行ったかなとは思うんですけれども、ステッチピンクなんですよこれ。そうですね、はい、でこういうところでおしゃれができる。確かに確かに、まあ、ぜひ草野球目立ちたいよなんて方がいればご購入検討されてみてはいかがでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにこれ退職出てますからね。あ、そうなんですか。そうです、これ逆職。知らなかった、はい、ありがとうございます。多分あった気がします。一応調べててください。はい、ありがとうございます。はい、続いては高校時代から僕がずっと愛してやまないメーカーになります。なるほど、お願いします。はい、3つ目こちらです。はい、来たー、畠山の公式キャッチャーミットの、はい、M9 型ですね。はい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 、 M9 型っていうと多分谷繁選手の小型版ですね。そうですそうですそうです。あ、はい、M8 っていうのが確かあって、そうです、そうですよね、それの小型ということで。はいはいはい、はめとったら全然いいですよ。ありがとうございます、はい、あ、懐かしい、M2、このシリーズの M2 を使ってたんですよ、はい、このシェラーバックですよ。あ、はい、そうそうそう、の M2 型を使ってたので懐かしさを感じます。めちゃくちゃ硬いんですよこれ。硬いっすね、はい、それ今軟式で鳴らされてるってことですか。そうですね、まあ、バッセンのボールは重いので、まあまあまあ、多少はありますけどね。深いミットではあるじゃないですか、はい、谷繁選手モデルの1個小さいってことは、まあ、めちゃくちゃ深いじゃないですか。そうですね、はい、あの柔らかくなればすごい安心だなっていう感じではあると思うんですけど、はい、多分これあと柔らかくなるの1年ぐらいかかるんじゃないかなっていう、はい、これは洋平さん的に浅い深いとかなんかある。深いです。深いですか。でこれちょっと薄い方ではあるんですけれども、他メーカーの中で比べるとやっぱりちょっとしっかりとしてるのかなっていうのがあって、この辺で撮ってるなっていうのはすごい分かるので、はい、多分一番ミットでグリスが伝わってるところで撮ってるので、なるほど、さすがすぎるありがとうございます感じのミットなので、はい、興味ある方は
いろいろ調べてみてもいいのではないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、最後なんですけれども、この前の、ノックを教えてもらった動画で使ってたグローブ で、僕が使ってないメーカーの、あー、なるほど、はいはいはい、グローブなので、ちょっと最後に撮っててもらったのと、はい、単純に僕の好きなカラーニンググローブなので、なるほど、はい、ちょっと撮っておいてもらいました。そのグローブがこちらになります。はい、4つ目、水のプロです。はい、来ました。はい、これは自分が今買った中で一番新しいやつですね。はい、なるほど、なるほど。なんかザ・大井さんのウェブっていう。あ、そうですか。なんか僕の中の大井さんのイメージだと HWEB か以前使ってたあのエールストーリー、 ありますね、はいはい、こういう感じのウェブかっていう、はいはいはい、勝手なイメージなので。なるほど、はい、水野さんって型番にモデル多いじゃないですか。はいはいはい、誰モデルとかってあります。はい、これが鈴木大地選手モデルですね。ああ、楽天の。楽天の。なるほど、なるほど、はい、本当にカラーリングドンピシャなんですよ、僕。そうなんですよ。結構でもシンプルっちゃシンプルですよね。あの2色のウェブとここしか変えてない、はい、あとは全部青、派手なんですけどごちゃごちゃしてない。そうですね、はい、これが最強だなっていう。なるほど、なるほど。 GS に比べると深くなってるかなっていう感じはしますね。小指がしっかりと閉じるグローブになってるなっていうのは以前見せてもらった時に、はいはいはい、はい、そうですね、思ったので。多分一般的に見たらそんなに深くはないと思うんですけど、はい、自分がいつも使ってるやつよりはちょい深めかなっていう、そうですね、こういう感じなので、はいはいはい、いつもはもうちょっとこういくと思うんですけど、うん、まあまあまあこういう感じですね。この3本目くらいかなっていう。これでも違い一発で分かると思います。いいっすか、はい、ちょっとこれまだ硬いんですよ。はいはい、失礼します。はい、あー、いつものと全然。そうですよね、はい、ちょっと GS とかとは違う形。全然、はい、やっぱあのそれが違うなって感じたのがGS とか他のグローブって、もし違ってたら申し訳ないですけど、はい、親指めちゃくちゃ開くじゃないですか。あ、はいはいはい、これまだ硬いからかもしれないですけど、そこまで開かしてないですよね、まだ。そうですね、まだ使った数が少ないんですけど、はい、比較的どっちかっていうとあまりこう、うん、ガッとはいってないですね、うん、はい、まあ、水野さん特有で土手結構厚いですよね。厚いです、厚いです、はい、こういうこぼれがないのかなっていう。あ、なるほど、はい、そうですね、はい、いやー、でもなんせいいこれ。でも自分も思ったよりも青は濃かったですね、色が。もうちょっとなんか薄い感じかなと思ったら、はいはいはい、結構濃い発色のいい青でしたね、これ。いや、本当にかっこいい。たまに見るのがここに刺繍入れてる人いますよね。いますね、はい。オーダーだったらそういったのもできるウェブなので、うんうん、まあもちろんオーダーグローブではあるので、ちょっとお値段は4,3でしたっけ。そうですね、ちょっといきますね、はいはい、ちょっとお金入ったやっちゃおっかなみたいな方はですね、一番いいのかなって、やっぱ最高級なので、はい、そうです。自分らこれ9万人達成で作ったんですよ。ああ、亮平さんは1万人でいいんじゃないですか。はい、もうちょいできちゃうぞ。もう1万人いったらそれを記念して、もうあれじゃないですか、もうそれっていいことじゃないですか。いや、マイナスじゃないじゃないですか。デルタも欲しいしな、はい、あ、デルタっすか。へ、そこはちょっと迷うな。亮平さんと翔平さんに相談してもらって。ああ、やばい。1万人いきましょう。まあ、じゃあちょっと、はい、僕もなんか記念グローブ考えようかなと、はい、思います。はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、本日は走れ大井チャンネル大井さんに、グローブの方を、紹介していただきました。はい、いつかグローブ談義がしたいと、はいはい、本当に心から思ってたので。なるほど、まあ、ちょっとお時間、いただいて光栄です。ありがとうございます。走れ大井チャンネル水郷ディスポさんの、チャンネル概要欄に、貼っておきますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、現代モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。フォンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。Yeah.
切るのさ磨き抜いた切れた